寝てました。何かあったのか。あ、いやね、大人気舞台ラブレスのチケットが手に入ったんで、クラウドさんもどうかなと思いまして。神羅つながりか。あ、いえいえ、皆さん出かけてしもて捕まったのがこの二人だけなんです。野郎どもで見るのもおつじゃねえか。楽しい思い出作ろうぜ。下へ参ります。いってらっしゃいませ。お客様ですか。最新の舞台技術を駆使して再現いたしました。本公演はお客様さん。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、おめでとうございます。ご自分で歌われますか。え、Tantan!
なかなか良かったな。あの女優覚えとけよ。これから伸びるぜ。なあ。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様自身が物語の主人公となり舞台が進行します。悪竜王に打ち勝ち、姫との愛を紡ぎましょう。ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこのように囚われの身でございます。先を急ごう。出せ、我が剣は復讐のためにある。アルフリード、大丈夫？ルーザ、どうしてここに？勇者さんが牢屋で泣いてるって聞いて。慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。オイラはバルバドス様の相棒。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいい。で美しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう勇者アルフリード。私はシガナイ道家、余興に
占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。悪竜王の弱点、それは真実の愛でございます。愛し合う二人こそが力。真実の愛だけが悪竜王の邪悪なる牙に打ち勝つただ一つの武器となるでしょう。おー、さあザレ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。ドラゴンの方向におののくがよ。翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して。ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか。エクセレント。この物語はラブレス愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛。勇者アルフリードよ、まことの愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ最愛のものを選び、足を踏み出すのです。
翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。かっこよかったよ、勇者さん。真実の愛、見せつけちゃった、かな。お前の行く先に待ち受けているのは、女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華か。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れる、その時まで。ねえ、見て。どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない。わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Could it be chance?
よかったな。で、なんでエアリスが歌ってたんだ？本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。皆さん、次はゴンドラ乗ってみます？お、いいじゃねえか。ゴンドラでかっ飛ばそうぜ。本日の特別公演、お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様は、この後スカイホイールスクエアのゴンドラにもご乗車。行き先を教えてほしいってこ。それでは行こう。到着。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せ、ゴンドラはゴールド操作を巡る旅に出ます。窓枠でゴンドラをご利用ですね。操縦は俺に任せろ。あ、操縦できませんよ。ただ乗るだけかよ。つまんねえ。操縦杆つけろい。ハンドルはあるみたいやけど。子供騙しじゃねえか。まあまあ、景色を楽しみましょう。ほらほら、こないに近くで宇宙戦争が見られるやなんて大興奮ですわ。ねえ。あわわ、えらいこっちゃ。あらやった。ひゃあ、危ないところでしたね。自分でかけるっちゅうねん。ねえ。わあ、きれいやな。これは皆さん、皆さんですよ。最悪のメンバーやー。なんでこんな人が揃ってしまったんや。全然楽しない。にしてもおっせえな。拷問だぜこれ。それはこっちのセリフや。ケットシー、静かにしてくれ。なんで僕が怒らなあかんのですか。客席から応援するぜ。頑張れよ。